今回ね、えー、購入したのはこちらサンサニーっていうねブランド名がついてますね周り電気消してみましたキーボードのねバックライトがついておりますこんにちは戸田さとるです懲りずにですね激安のメカニカルキーボード買ってみましたなんと3600円台というですねめちゃくちゃ売れてる製品なのでだいぶ前からね興味あったんですがついに購入してみたので皆さんにもねお伝えしていきたいと思いますぜひご覧ください 今回はですね、Amazon でめちゃくちゃ安い、多分僕が調べた中では一番安いメカニカルキーボードですね。買ってみたのでレビューしていきます。メラティアというメーカーだと思うんですが、なんと3690円でした。どんなものか見ていきましょう。今回ですね、まあいろいろな色があるんですよ。さあ後で紹介しますが、なのですが、この価格ですから、ちょっと一番派手なのを買ってみました。で、箱を開けてびっくりしたんですが、最初からキーがないんですよね。 う、ないのと思ったらですね、キー自体はありました。外れてただけ、えー、ということですけれども、やっぱりちょっとね、検品してほしいですよね、ちゃんとね。今つけましたけれども、ちょっとね、確かにね、外れやすい気もします。かなりね、簡単に取れちゃいますね。まあ、取れても致し方ないかなというぐらい軽い感じでございます。で、今回ね、えー、購入したのはこちら。サンサニーっていうね、ブランド名がついてますね。意外にですね、こう、色,色合いいいのと、それから、さ 3000円台だったら結構いいかなと思うのですが、細かくね、いろいろ見ていきたいと思います。本体と、それから説明書。説明書はですね、日本語一切ございません。中国語と英語ですね。それから、キーを外すツール。あとはもう本体のみということになります。まずですね、本体の作りを見ていきたいんですが、これね、本当に微妙で、高級感と安っぽさが、まだら模様と言っていいかもしれませんね。 このケーブルとかかなりチープな感じがしますね。白だから余計。黒にすればね、ここまでチープな感じしないんですけども。で、さっきお話したようにキーはね、もうすぐ取れます。もうね、持ち歩くとそれだけで取れちゃうと思います。えー、ガードも何もないのでね、えー、パカパカ取れちゃいます。今レビューしてても何個かキー取れました。でね、そのあたり安っぽいんですが、実はね、ここ、金属なんですよ。これはひんやりしてる。めちゃめちゃ高級感あるんですよ。 これね、高級なんだか安っぽいんだかも、もはやよくわからないというですね、仕様なのがとってもね、興味深いですね。で、まあ、あのー、タイプ感とはね、後で紹介しますが、ちょっとね、裏も見てみましょう。こちら、裏側ですね。裏側は樹脂になりますね。で、ここを立てると、 えー、ちょっと高さが変えられるね、スタンドになる部分の足がついてます。これもね、高級モデルは2段階なんですが、さすがに1段階ですね。でもまあまあそれなりにしっかりしてますが、シール裏に貼ってあるんですが真ん中膨らんでます。ちゃんと貼ろうよというね、今ちょっと僕押してちゃんと貼りましたけれども、ちゃんと押せばね、ちゃんと貼れました。まあ値段考えると相応の作りかなと思いますけれども、 うーんそうですね他の色の方がちょっとチープ感目立たなかったのかもしれません黒とかの方がねそれではキッチンスケールでね参考値ですけれども重量を測っていきます 1061g ですねまあキーポート別にねあの持ち歩くわけではないので重量は特に問題ないともう少し重くてもいいぐらいかなと思いますまあ標準的かなと思いました 個人的にちょっと気になったのが本当に結構癖がありますよね書体ね、えー、まあこれは好みが分かれるところかな僕は別にまあ好きでも嫌いでもないんですがちょっと見づらいかもしれませんねもうちょっとこうすっきりした書体でも良かったのかなと思うんですけれどもなんかねちょっと見にくい感じがこの辺とかねしますよねで裏はですね一個一個見るとこのね ちょっとミルキーっぽい色の樹脂とそれから周りのねプラスチックっていう感じになってましてまあここがね透過するようになってるんでしょうねこの樹脂がね、えー、おそらくそういうことだと思います、まあ、いかんせんねとにかく取れやすいっていうのがねうん難点ですけれどもまあしょっちゅう取る人にとってはいいのかもしれませんが、はいえー、そこがねちょっと難点かなと思います キーの配列はもうスタンダードとしか言いようがないですね。もう全然いいと思います。で、英語キーボードです。日本語キーボードは僕が調べた限りではこの価格帯のこのキーボードにはないようですね。まあそこがね、安いポイントだと思いますけれども、英語キーボードで割り切れる方向きの、えー、製品となってます。で、軸、本当にす、本当に取れやすい。はい。軸はね、赤軸ですね。今回選んだのは赤軸です。スタンダードな軸ですけれども、タイプオンは、 まあまあ、普通かな。赤軸はこんな感じですね。で、赤軸にしては、ちょっとクイックガンが弱いというか、なんかね、叩いた印象が、ちょっとプラスチッキーな感じが、なんかどっか柔らかいんですよ。カチカチしてるんですけど、カチカチしすぎてないっていうか、えー、カチカチ当たってるのが、うん、ただたわみはないんですよね。ベースが金属ということもあって。あの、打ちやすいですよ、普通に。ただ、僕はもうちょっとメリハリあった方が赤軸ですからね。 いいのではないかなと思いますけれどもまあ思ったよりは普通に使える印象ですねただねヘビーに使う人だとちょっとねキー外れてしまう可能性ないかなっていうのは怖いのとあとねデリートキーがこの位置とかっていうのは僕はちょっと使いにくいかなデリートもうちょっと上にあった方が いいですよね。普通この辺にね、デリートですよね。そこがね、ちょっとまあ、配列スタンダードとはいこっからこっちはね、スタンダードなんですが、この辺は、ちょっとイレギュラーな感じがしますね、はい。今ね、周り電気消してみました。キーボードのね、バックライトがついております。な説明書がね、 ないので、よくわからないんですよ。このバックライトのね、えー、変え方とかが。もうちょっとね、ここ説明書ちゃんとつけてほしいなと思うんですけれども、えー、こちらでね、FN プラスこれで今暗くしてます。消えました。で、こっちで明るくなりますね。で、多分今一番明るくなりました。あとね、このキーを押すと、光り方がね、変わるようです。どうやら。今ね、光のパターンがこう変わっていってますよね。こんな感じでね。 まあ、いろいろと遊べて楽しいと思いますのでお好みでね、えー、変えるのがいいのではないかなと思いますけれども何しろですね何個押せばどこに戻ってどういうふうに表示されるとかちょっとわからないのでちょっと不親切かなとそこはねもうちょっと親切にいろいろ書いてほしいなと思う次第ですね。ちょっとわからない部分が僕自身も結構あります。 文字はですね、さっきお話したように透過をしておりますので、光るとですね、下から文字が浮き出して綺麗に見えますね。で、色合いもね、おそらくこれブルー一色だけですね、このタイプは。まあ、非常に綺麗ですね。バックライトちょっと遊べるんですけども、まあ、つきっぱなしでもこの綺麗さだったらいいと思いますね。ただ、そんなに明るくはないので、部屋かなり暗くしないとですね、ちょっとわからないかもしれません。今ね、部屋明るくしてみました。撮影用の部屋なので、ちょっと普通の部屋よりは明るめですけれども、やっぱりね、 ちょっとあんまり光が目立たなくなってますね。まあこんな感じでございます。それではタイピングをしてみます。うん、あのー、まあまあ打ちやすいんですけど。なんか僕にはですね。このスペースキーの手前の角がなんかかなり当たる感じがするんですよね。ちょっとね、ここが気になりますかね。他はね、特に問題はございません。 こちらがね、僕購入したモデルなんですけれども、他にもですね、もういっぱいいろいろなパターンがありましてですね、こんなね、ピンクとかもあれば、まあ黒もあれば、はい、ピンクと白もあれば、青と白もあればという感じで、まあいろいろとね、えー、選択可能なので、まあ好みだね、デザイン選べるのはなかなかいいなというふうに思いました。ただね、ちょっと箱が <laughs>、 箱のようなバックライトのちょっと箱ね、お見せしますね。もう一度箱がこれで来るんですよ。まあ、もちろんね。あのデザインが違うのはしょうがないとしても、多分こんなレインボーに光るのあるのかな？ま amazon、あ、で見た限りはね、まあ、なさそうな感じだったんですけれども。 ちょっとこれ見てこんな七色に光って嬉しいなと思って実際使ってみると一色だったっていうのは残念ですね。まあもしかするとですね、僕が光らせ方分かってないのかもしれませんが、情報がなさすぎてですね、ちょっとよくわからないという次第でございます。注意していただきたいのが、接続が、ね、タイプ A のみなのでタイプ C しかないパソコンの方はですね、変換アダプター等が必要になると思います。 えー、ケーブルはね、えー、組み込みになって取り外しできないようになってるので、ご注意ください。よくね、キーボードレビューすると、Bluetooth で接続できないの残念ですっていう方多いんですけど、いやいや、3000円ですからと <laughs> いうことですよね。もうちょっとね、1万円ぐらい出せば Bluetooth で接続できるモデルもたくさんあります。3000円だったらもうこれケーブル接続のみというのはやむを得ないというか当然かなと思います。ミニ PC とかね、ノートパソコンと組み合わせて使うのにはなかなかいいかなと思いました。価格を改めて、えー、申し上げますと、 3690円という激安キーボードでございます新刊が出ました仕事と勉強ができる人のリアルノートメモ術ですね正方形中もフルカラーでとっても読みやすく役立つ本になっておりますこの本を読んでですねあなたもノートメモの達人を目指してはいかがでしょうか詳細はね概要欄にありますのでぜひ見てくださいよろしくお願いします ということで、ちょっと製品名もですね、どちらが正しいかよくわからないんですが、アマゾンにはメラーディアと読むと思います。書いてありました。製品にはですね、サンサニーと書いてあります。まあ、片っぽメーカー名でね、サンサニーがメーカー名かな。でメラーディアというのがブランド名かもしれません。ということで、レビューしてまいりました。いかがでしたでしょうか。まあ キーボードね、ないよりあった方が絶対打ちやすいですし、3000円クラスとしてはかなり打ち心地いいと、そのメカニカルを除いてね、いろいろなキーボードがありますから、安い1000円ぐらいのキーボードもあるので、と考えるとかなり打ちやすいのではないかなと思いました。で、僕の評価は58点です。まあ、これでもね、十分合格点を超えておりますけれども、なんで評価伸びなかったかっていうと、やっぱり英語配列がないっていうのが1点、それからやっぱりキーキャップが取れやすいっていうのがですね、2点ですね。 ちょっとね、もうちょっとしっかり固定してくんないと、ちょっと危ういかなと思って58点といたしました。十分ね、金額考えればおすすめできる製品です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それからメンバーシップもスタートしておりますので、興味のある方はぜひ参加してください。メンバー先出しのね、動画公開とか、メンバー限定のライブ配信、 それからね、リアルのイベントの優待等もございます。またメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。でこの戸田悟ファンクラブでは、抽選でですね、毎月僕がレビューした製品の一部、だいたい5製品から7製品ぐらいが多いんですが、プレゼントしておりますので、ふるってご応募ください。<music>